キラリは宇宙航空研究開発機構によって打ち上げられたレーザー光による通信実験を行う日本の密衛星間通信実験衛星である。キラリは数万キロメートルを隔てた衛星と衛星の間でレーザー光による通信実験を行うための技術試験衛星である。欧州宇宙機関の先端型データ中継技術、衛星、アルテミスとの間で 実証実験を行うことを目的として、2005年8月24日午前6時10分に、カザフスタン共和国バイコヌール宇宙基地より打ち上げられた。同年12月9日には、世界初の双方高校衛星間通信を成功させた。光通信の利点には、第三者に傍受されにくい、レーザー光を細く絞って使用するので、電磁誘導ノイズの影響を受けにくく、 安定して大容量のデータを送受信できる小型、軽量、大容量、低電力、高品質ことなどがある。しかし衛星間の距離は最大で4万 km 以上で、さらにそれぞれが別の軌道を高速で回っているため、光通信を衛星間で行うためには高度な技術が必要とされる。キラリはそれらの実証実験を行うことを目的として打ち上げられた。 もともとキラリは JI ロケットでの打ち上げを想定して設計され、2002年の打ち上げを予定していた。その後 JI 計画が凍結され、打ち上げロケットが未定となったが、光通信の相手方となるアルテミスの寿命が限られているため、まず国産ロケットによる打ち上げが検討された。しかし HEA ロケット六号機が SRBA が原因で打ち上げに失敗したことで、 h e a は元よりそのブースターを流用する JI の再開という選択肢も消えた。残るミューファイブロケットも固体燃料ロケット特有の振動、加速等の環境の悪さを理由に却下され、外国のロケットで打ち上げることが決定した。その結果、コストやフェアリングサイズからウクライナのドニエプルロケットを使用することとなった。ロケットの打ち上げ重量に余裕があるため、 小型技術実証衛星1号機、黎名をピギーバック衛星として共に打ち上げることとなった。2005年12月9日、静止衛星アルテミストのレーザー光による双方向の密衛星間通信実験に成功した。また、2006年3月31日、低軌道を周回するキラリと光地上局との間での光通信実験に成功した。いずれも、 世界初であるこれらの実績が評価され、OICETS プロジェクトチームは、平成18年度、情報通信月間推進協議会、会長表彰情報通信功績賞を、キラリは、2007年度計測自動制御、学会学会賞を受賞した。その後2006年10月16日には、キラリの定常運用が終了して、後期利用段階に移行し、それ以降は、 バス機器及び一部のミッション機器の寿命評価のためのデータ取得をしていた。そして2009年9月24日14時48分、衛星の停波作業を実施し、これをもってキラリの運用を終了した。運用期間は当初の1年を大幅に上回る4年以上となった。レーザー光による通信技術を使えば、衛星間通信機器の小型、軽量化が実現する。 政府は情報収集衛星用に大量のデータを迅速に中継する光データ中継衛星を導入する方針を固めた。2019年度の打ち上げを目指して平成27年度予算案に関連予算の一部を盛り込む予定。データを電波でなく光形式で送るため他国による妨害や傍受を防ぐことも可能になる。ありがとうございます。